今日も楽しくイカタコライフ、桃イカです。今日はイカを釣りに来たんですが、イカは全然釣れず、その代わりいいものを見つけました。わかるかな？うわ、全然わかんない。これ水中映像撮らないとわからないやつなんですが、今ね、石の隙間にタコちゃんを発見しました。これ、あ、いた。もうイカタコライフと言いながらね、最近完全なイカライフだったんで、今日はこのマダコちゃんと戯れたいと思います。といってもここは普通に漁業権とかがあるエリアなので、釣ったりとかすることはできません。なのでただ観察するだけになるんですけど、今日はこのタコちゃんと一緒に遊んでいきたいと思います。もうすごいですよね、こんな本当に潮だまりですよ。水深がね、何センチ？これ15センチちょっとぐらいか。そんぐらい浅い場所にちょっとくぼみができてるんです。ここの水深自体は50センチぐらいかな。ちょっとえぐれてるとこですけど、多分満潮の時に入ってきて、でこういう石の間とかについてるんですね。でこういうところってもう天敵は絶対入ってこれないじゃないですか。大きな魚とかはまずこの水深だとね、これ絶対入ってこれないんで、餌となるカニとかそういった生き物はたくさんいるのに自分は食べられないっていう、タコの天下なんです。ただ今日はね、僕に見つかってしまったっていうのが君の甘いところですよ。じゃあちょっと水中の映像とかも撮っていこうと思います。わかりますか？今結構でかいのがいるんですけど、これは岩ガニってやつですね。こうやって磯はカニとかフタコの大好物の甲殻類がいっぱいいるので、これを狙って朝場まで来るんです。じゃあタコちゃんにあげていこうと思います。ほい、来た。ピントはない。平磯ガニちゃんをあげてみますか。せーの、よいしょ。うわー、食べた。いやー、一瞬。やば、これめっちゃ面白いんじゃないですか。おー、食べた。あー、ヤドカリも殻とか取っちゃうと食べますね。アメフラシはこんだけ近くに寄っても食べないんですね。美味しくないっていうのが分かんのかな。やっぱりカニがいいんですね。
まさかのカメラ攻撃されてるんですけど。違うよ、それじゃないよ、餌じゃないよ、噛むな。おー、すごいパワーですね。うわー、ちょっとこれすごいスクープ映像撮れてんじゃないですか。面白い生き物ですよね。見た目がすごくユニークで、もう大好きなんですよ。でもなんか餌あげてみた感じ、やっぱりカニに一番反応しますね。なんか慣れてきたのか、めちゃめちゃ遊びに来るようになったんですけど。ほい。あ、また戻っていきましたね。かわいいな。もう名前つけましょう。お前は初代たこ焼きだ。多分来年にはもう寿命なんで会えないと思うんですけど、前来た時もここの石の下でタコ見たので、すごい環境が良くて入れ替わり立ち替わり入ってるのかもしれないですね。なので毎年ここでマダコ見れるかもしれないです。じゃあ帰りますか。じゃあな、たこ焼き元気でな。はい、というわけで今回は磯で実際に野生のタコと戯れるっていう風な体験をすることができました。まあ、タコってあんまりこう身近な存在っていうイメージないんですけど、実はああいう磯とかに行くと、この石の下とかに隠れていることが多いんです。まあ、今回はたまたま運よくああやって見つけることができたんですけど、皆さんも磯とかに行く機会があったら、まあ、タコを探してみるというのも楽しいと思います。今週はこの辺で終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。バイバーイ。